はいどうもトミーです。えっとですね、まあ11月の5日が収録日なので、本日ですね、プロ野球のですねフリーエージェントが解禁されます。フリーエージェントっていう制度がよくわからない方に説明すると、まあいわばね、選手としてとある球団に入団するわけですけども、ある一定期間、一軍で選手登録されて活躍すると、 えー、フリーエージェントっていう、まあ、好きな球団と交渉して、えーまあ、自分の好きなその自分の希望する条件で、まあ、移籍することができるいわばプロ野球の、まあえー、選手としての、まあ、転職機会みたいな、えー、ものになりますはい、えー、でね今回は結構目玉となる選手が割といまして、まあ、中でも、えーまあ、A ランク、えー、29歳でございますけども、まあ、丸選手丸義弘選手かな まあ、カープの選手ですね。で今、絶賛3連覇中の、セ・リーグ3連覇中の広島カープの3番バッター。えー、出身は千葉県でですね、えー、出身高校は、えー、千葉経内付属ということで、えー、千葉の、えー、出身選手になります。まあ、これ FA することが確定ではないので、まあ、FA するかどうかっていう話からしようと思います。まあ、その丸選手に関してはですね、FA するか否かというところで、 おおむね FA するんじゃないか、フリーエージェント宣言するんじゃないかと言われてます。えというのもですね、あのー、事前にですね広島カープが宣言残留というのを認めてます。えーまあ、宣言残留を認める、認めないの話からいきますと、まあ、宣言した場合、引き止めないよ。宣言した場合はうちには残留できないよということを球団側が言う場合あります。だから転職するって1回決めたような選手は、 うちにはいらないいよっていうのが宣言残留は認めなないいという考えになりますで一応転職するっていうのはあのー、まあ認めるけども他と交渉してみてうちの条件にしなったらうちに残ってくれこれは宣言残留を認めるということになります、はい、で宣言残留が認められるということは丸選手も当然今よりも条件のいいところっていうのに行きたいと考える可能性も なくもないので、一応他の球団の話を聞いてみたいということで、フリーエージェント宣言するんじゃないかなというような、えー、考えになります。移籍予想、えー、報道などの移籍予想っていうところでは、えー、現状ではね、あのー、地元である千葉ロッテマリーンズ、えー、もしくは、えー、東京・読売ジャイアンツ、えー、この2球団が手を挙げていると、手を挙げるんじゃないかなというふうな予想をされています。 でまあ、千葉出身なので、マリーンズは千葉出身の選手が欲しいということで、えー、報道では4年20億、えー、1年ベース5億、えー、カープがですね1年ベース4億で、えー、4年16億から17億円を用意、えー、ジャイアンツに関しては、ですね、まあ、多分4年か5年で25億、おそらく5年25億というのが規定路線ではないかなというふうに見られています。 でまあ、その千葉ロッテにしてもジャイアンツにしても、えーまあ、あれだけ今年ホームランを打って打率を残せてでセンターラインを強化できるという選手は、えー、欲しい、えー、千葉ロッテにしては地元選手で丸選手が FA をするという上で FA をする根拠というものをになり得るというのは、えー、今年、えー、度重なって8月ぐらいから、えー、広島カーブがその丸選手に対して残留交渉を行っている。 らしいんですよこれも噂なんで、真実はどうか分かりませんけども、ただその残留交渉に対して余る選手は保留という姿勢を示してるらしいので、はい。ちょっとそこら辺が怪しいかなっていうことと、はい。確か、去年だったかな、ぐらいに1年、単年契約か。単年契約したんだっけな。あ、単年契約したわけじゃないのか。はい。まあ、あのー、 まあ獲得調査を行っているので、丸選手はじゃあ移籍するのかしないのかっていう点についてですけど、その丸選手は関東の方に噂で行くと家を買ってるらしくて、なお家族をそちらに住まわせてる。で、今年そのお子さんがですね、あの小学校に上がるっていうのがあるらしくて、確かね。まあそういうこともあって、家族のことを考えると、やっぱ家族と一緒にいたい、暮らしたい、で、家でいたい。 えー、地元に帰りたい、いろんなことをとうたくすると、関東球団への移籍は規定路線なんじゃないかなと。なので、えー、千葉ロッテ、読売ジャイアンツのどちらかに移籍するんではないかなというふうに見られてます。で、まあ、カープファンとしてはですね、まあ、千葉ロッテだったらまあ許すのかもしれない、ドイツリーグではなくて、えー、千葉ロッテだったら、丸を送り出すかもしれないというふうに言われてますけども。 あのやっぱり聞いてどしいのはやっぱこれフリーエージェントって当然選手が、えー、何年かの間レギュラーで、えー、頑張って努力して得た権利なのでどこに行こうかねこれはあのー、送り出してやってくださいと確かにその広島カープがもしも丸、あのー、選手をかけばかなり戦力,にと戦力ダウンということにつな、えー、がりかねないことにはなりますけどもこれはね選手に与えられた権利なので。 もうその広島愛がどうかどうとか、えー、チームを見捨てるのかとか、そういうことは一切言わないであげてください。もし宣言した場合ですね。移籍先については千葉ロッテ、もしくはジャイアンツと見られてますけども、同一リーグジャイアンツの可能性も低くはないです。で、えー、今年原辰徳監督になって、まあ、原選手の影,原監督の影響力っていうものももちろんありますし、 えーまあ、金額的な面でもやっぱり読売ジャイアンツの方が千葉ロッテよりも上積みしてくるでなおのことそれはまあ,あくまで噂でしかありませんけどもその丸選手は小さい頃高橋由伸や松井秀喜のファンだったっていう事実もあるらしくて、えー、ジャイアンツファンである可能性というのが非常に高いと、えーまあ、その上でですね丸選手が移籍するか否かは分かりませんが移籍するのであれば読売ジャイアンツが大本命なのではないかなというふうに見られています 実際どうなるか分かりません。明日、まあ今日5日ですけども、まだ宣言する前にこの収録しているので、宣言するかどうか、この後どうなるかっていうのは分かってくると思います。えー、僕の予想としては宣言します。で宣言した上で、えー、おそらくですけど、僕の予想ではジャイアンツに移籍するんじゃないかなと思います。僕、ジャイアンツファンなんで、ジャイアンツに移籍してくるっていう。 ことがあれば、まあ、心持ち嬉しいんですけどもここ最近やっぱフリーエージェント選手をまあ取ってあまり美味しい思いをジャイアンツはしていないので、えー、まあ今ね重信選手とかねその外野の若い選手和田蓮選手とか、まあ、まだ使えるようにはなってないですけど、えー、出てきているのでその若い目は積まないっていう面でも丸選手を取るのはどうなのかなとただセンターラインがものすごく強化されるのであもう来年のねその優勝っていうのを本気でジャイアンツが狙っていくならぜひとも えー、欲しい選手であることはこれは、えー、間違いないのではないでしょうか。はい、で他にも、えー、柳田選手も FA 権を持っていますが新たになんか3年契約を結んでいるでしたっけ、えー、なんで柳田選手は宣言しないでしょうと、えー、角中選手と、えーまあ、西勇輝選手 えー、オリックスのね、えー、この2人に関してはですね、角、あのー、名選手はロッテですね、えー、この2人に関しては、えー、昨年の、えー、末にですね、単年契約を選択してますので、FA する可能性はあります、ただ、角、え、名、ー、選手に関しては、マリーンズで行くんじゃないかなというふうに見られてます。というのもやっぱり、角、え、名、ー、選手に関しては首位しておりましたけれども、あのーまあ、出身がね、えー、四国アイランドリーグということで、独立リーグの出身になります。 もちろん A ランク31歳、えー。出てもね、守れるかどうかっていうと微妙で、まあ、打つ方は打てるんですけども、手を挙げる球団がいるかどうかっいうのも、ちょっと守れない外野手を取るっていうのも分からないっていうような状況で、そんなに最近もめちゃくちゃ活躍してるわけではないもんですから、どうなのかなと、ただもし宣言すれば、えー、育成選手初の FA になるのかなっていうことで、ちょっと、えー、楽しみですよね。はい 一方、ピッチャーの西選手は B ランクになります。意外なことに A ランクじゃないんです。で、まあ、西選手に関しては、えー、三重県の出身になるので、おそらくファン的な話を言うと中日ファンなのではないかなというふうに見られています、えー。今のところ西選手に対して、その移籍、えー、ということで報道で動いているのが、まあ、DNA、えー、それからタイガースかな、阪神、えー、またドラゴンズ、えー、また、 あれかなソフトバンクホークスかななどが動いているのではないかなというように見られてます。えー、まあ、出身が三重なので、中日に移籍する、もしくは阪神に移籍するっていうのが規定路線であるのではないかなっていうふうには見られてますが、まあ、ここはちょっと本当にわからないです。はい。 まあ予想としてはこの中であればドラゴンズかタイガースに行くんではないかなとただ金銭的な面で本当にお金をくれるっていうことであればソフトバンクホークスなのではないただドイツリーグなのでやはりこれも嫌われる話なのでできればドイツリーグでは移籍したくないっていうのもあるんじゃないかなというふうに見られてますのでまあドラゴンズかタイガースに行くっていうのがいいのではないかなとはい思います まあもちろん、ここに挙げてない球団が動く可能性も十分あります。はいえー、また、えー、多分おそらく宣言するんですが、同じく27歳の浅村選手、セーブライオンズの浅村選手、まあ、大阪出身です。えー、今、動いてると噂されているのはソフトバンク、えー、またあっと、オリックスかな。オリックスえー、また、えー、楽天が動いているんじゃないかなと言われています。 で浅村選手に関しては、おそらく移籍するんじゃないのかなと、うん、と思います。まあ、その3球団が動くのであれば、まあ、そらく同一リーグである3球団が浅村選手に対しては動いているので、どこに移籍しても、そのブーイングを浴びるのではないかなというふうには思いますが、まあ、その関西出身者ということで、オリックスに移籍してほしいというのが、この、 あの個人的な思いですけどもまあ、どうなのかなまあ、ライオンズ残留っていうのもあると思いますしまあ、お金のあるソフトバンクに行くっていうのもまあ一つ手だと思いますまあ浅村選手の人は本当に分かりませんし宣言すればえここにその今挙げたソフトバンクそのオリックス楽天以外にも手を挙げてくる球団っていうのは多分出てくると思うのでまあどうなのかな <laughs> それはちょっとわからないです。はいでまあ、メジャーの選手に関しては大谷選手も残留濃厚ですし、まあ、田澤選手がフリーエージェントなんでどうなるかわからないですけど、まあ、ダルビッシュ、前剣も戻ってくることはないですしただ、岩隈選手が対マリナーズと対談して日本球界復帰って言われているので、おそらくここがまあ西武、えー、またフルスの楽天、えー、もしくは巨人。 の3つになななるんじゃいいかなと言われていますで岩隈選手はおそらくですけども関東の東京かな東京出身なのでえ西武巨人のどちらかに移籍する可能性もなくはないですけども、まあ、ここはね、まあ、恩義がある楽天に戻るっていうのも一つ手なんじゃないかなというふうにも見られてます全然違うところ行くのかもしれないですえもちろん田中雅大選手も、えー、ないですし、えー、他にもね、まあ、あと FA になりましたのがまあ えーまあ、牧田選手ですねあの。牧田選手は1年でフリーエージェントとなってしまいましたので、他の移籍先のメジャー、マイナーを多分探すと思いますが、もしかしたら日本球界復帰というのも見られる。で,でも、おそらくあの出てった経緯上、西武に戻ってこないんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、金銭のある、まあ、ソフトバンクが欲しいかわかんないですけど、ソフトバンクや、まあ、ジャイアンツあたりが狙ってくるんじゃないのかなという思います。 多分メジャー選手からの FA だった場合は FA の制限人数に確かかからないんじゃないかなと思いますので十分に牧田選手ほどの中継ぎ抑えであれば、まあ、後ろ、中継ぎ抑えが弱い球団であれば欲しいんじゃないかなというふうに、えー、思いますね、はいまあ、どうなるかわからないですけどね。まだ他にもいっぱい持っている選手はいますけど FA 権を。 うん、多分おそらくどうなのかなあと、うん、噂されてるところでいくと、まあ、松山選手、え多分おそらく、おそらく残留じゃないのというような、えー、ふうに思いますよ。松山選手に関しては。ただ、その、守る方があんまり上手い選手ではないので、まあ、パ・リーグに行ってワンチャン DH やるっていうのも手ですよね。で、阪神に関しても、メッセンジャー選手も多分残留ですし、 まあ、上本選手がね、出場機会を求めて他球団に移籍するかどうかっていうのが心配されています。はい。DNA もないですね、特に。で、ジャイアンツに関しても、FA する選手ってあまりいないんですが、まあ、もしね、もしジャイアンツで FA するとしたら、あまあ、おそらく、吉川光雄選手で、FA するほどの成績残してるかっちったら微妙ですけども、多分、年俸的に C ランクで済むので、うん。 まあ全然あの取る価値はなくもないんじゃないのかなと。で、澤、まあ、村選手なんかもジャイアンツ一筋で来てますけども、なんか球団と確執があるのかどうか分からないっていう変な噂も流れてるのでちょっと分からないですけど、全然 FA する可能性もありますよね。はい。まあ、中日に関して FA するような選手はいないんじゃないかなっていうのって。で、ヤクルトに関しても。 多分ないんじゃないですか。畠山とか青木とか、まあ、坂口とか、まあ、石川辺りがまだ FA 持ってますけど、多分宣言するっていうことはないでしょう。はいまあ、ソフトバンクもないんじゃないかなと。うん。まあ、セーバーと住谷選手が FA する可能性がありますよね。で、その FA 選手の獲得先として噂さされているのが、まあ、楽天、それから巨人、中日です。 まあただね、あの巨人が最有力かみたいなこと言われてますけども、ジャイアンツにはですね、まあ、同じようにキャッチャーとして、まあ、小林誠司がいて、ただ小林のリードが目表されているからなのかその銀、その住谷選手の獲得に動くというのを噂されてまして、ただね、その住谷選手とその小林選手の差って、まあ、盗塁阻止率はもちろん小林選手の方がいいですし、まあ、守備に関しては似たようなものでしょう。 その上で重要視されてるのは多分打てる、打てないっていう話になってきますけども、肩はもう小林選手の方が強いんでね。で、打てる、打てないの話になった時に、確かに、あのー、住谷選手って打率2割、去年も2割4分とか多分残したぐらいだと思うので、結構率的に残してるんですけど、出塁率が低いんですね。それと対照的に、えー、小林選手に関しては、まあ、打率は2割1分、まあありますけども、まあ出塁率に関しては3割ぐらい。まあ4月にね、 あの貯金を作ったりともありますけどもまあそう考えれば別にその大差は遜色はないのでわざわざその住みたい選手を取る必要があるのかとは思うんですけどもやっぱりねそのキャッチャーの層の厚さっていうところを考えた時に河、まあ、野選手切ったでその上で一軍に帯同するキャッチャーって大体3人なわけですよで3人の中に今小林選手が一枠で決まってて多分おそらく大城 といいうことにななるわけじゃないですかそうすると、まあ、あの宇佐美選手か、まあ、誰だろうな、宇佐美選手、まあ、岸田選手が出てくるかぐらいだ話でしょう。そうすると、もう1枚キャッチャーが欲しいんじゃないかなっていうふうには見られてますよね。ただ、保証が確か必要な B ランク選手だと思うので、やっぱりそこら辺はよく考えていただきたいところにはなります。まあ、楽天も特にないですね。 オリックスに対しては、ちょっと金子選手の行き先がちょっとわからない。えー、年俸の件でもめたのか、なんのかちょっとわからないですけど、金子選手はおそらく揉めてるらしいです。はい。また、中島博之選手がね、自由契約になりまして、えー、国内、海外問わずね、移籍先を探しているようで、で、噂で言うと、ジャイアンツがもう獲得間近っていう噂が流れています。 だこの中島選手もね、代打の切り札としてジャイアンツが使うとかっていう噂も流れてますけど、代打の切り札として使うんだったら、そもそも1年ぐらい前にいた村田選手を代打で使えばいいんじゃないのかっていうのがありますので、うん、ちょっとなんかやってることがねっていう、最近若手切ってね、ベテランを集めてみたいなこと、結局原政権に戻ってやってるので、それが果たして強いジャイアンツを作ることにつながるのかどうかっていうと、わ、えー、からないですね。 まあ日本ハムに関しても、宮西選手、中田翔選手などの動向が注目されています。えー、まあ千葉ロッテに関しても、先ほど言った通り、角中選手、まあ、あと大谷選手は多分ないでしょう。はいまあ、そんな感じかな。まあ、プロ野球の FA は今日解禁なので、おそらくもう確実に宣言するであろうっていうのは、あえて一人挙げれない、やっぱり西勇輝選手なんじゃないかなと思います。 西行選手はですね、やっぱりあのジャイアンツの菅野選手になどとも結構仲がいいので、やっぱり移籍先にジャイアンツっていうのもありなのかなと思うんですけど、プロ野球のルール的にですね、B ランク以上の確か選手に関しては、B ランクがあの設定されてますので、どうなんだろうね。ち,ちょっとよくわかんないこと言ってるかもしれないけど。 ということでね。まあ、あのー、<laughs> ラクは保証が必要だということあ。ちょっとわけわかんないこと言ってるかもしれない。ちょっと、ちょっとでごめんなさい。収録時間が遅いんで眠いんです。 まあ、FA するかどうかはお楽しみでっていうことで、えー、もしよければね、今日の動画良かったよとか、プロ野球のファンだよっていう方はコメント、えー、また高評価、えー、チャンネル登録と、えー、いただければと思います。チャンネル登録もね、今現在680人ぐらい多分登録してると思うんですけど、切、え、り、ー、ーみたいな時にはね、Amazon ギフト券とかね、いろんなプレゼント企画もうちのチャンネルはやってるので、その際にチャンネル登録っていうボタンを押していただいて、チャンネル登録を押していただけてると、あの応募条件を満たす ことがでできるので、はい、今チャンネル登録者数がじゃあ例えば600人,700人、700人ぐらいか。じゃあ700人だったとしたら、700人の中で例えばじゃあ10名プレゼントっていうことがあったとしたら、えー、まあその700人から選ばれるんです。これは。チャンネル登録してくれる700人、チャンネル登録していることが絶対条件なので、なのでチャンネル登録はぜひしてくださいと。 とということでありがとうございました。まあ、プロ野球、本当に楽しみです。僕、眠くてちょっと何言ってるかわからないので、そろそろお休みします。ありがとうございました。